これどんどん力つけていって、今回須賀手さんとね、はい、一緒なんで、うん、また須賀手さんとの決勝乗ってね、はい、うん、また頑張りたいです。そうですね、須賀手さんの優勝をね、貢献しましたし、須賀手さんと一緒に練習されたりは、聞くとないですね。ないですか。はい、桜井さんですよ、ね。桜井さんとかも、荻原さんとか、はいはいはい、今富山走ってるか。あ、そうですね、はい、ですよね、はい、うん、初日も2日も一緒にね練習してるんで、あの2人は、まあ、ここは初めて、うん、三重県自体が初ですよね。初めて三重県に来る人、ここが初めて。遠いっすもんね、三重県。遠いっす、遠いっす、遠いっす。ミットとかも全然苦にならない。あ、全然、ナイターとかミットの方が好きですね。あ、そうですか。明日ね、ここは近畿は敵ですけど、はい、強いとこ、はい、期待して、はい、力を出し切れるように頑張ります。でもイメージ的にはね、こう砦のバンクレコードタイム、あのイメージがあって、はい、準決勝は飛んだんですけど、恥ずかしくて。どうせだったら更新しちゃった方がね、まだ10秒なんですか。そうそうそう、はい、吉岡さんの記録、はい、更新。でもなんか記事見たら結構レース内容はもう全然ない。そうっすね。まあ、ちょっと荒けねえスピードなんですね。荒けねえ、わからんね。あ、そうか。この辺の方言じゃん。言ったらすごいっすね。10秒7だ。風だっただけです。髪風吹いただけです。いやいや。ここも結構タイムが出るみたいなんで。あ、そうなんです。期待してます。じゃあまた、はい。タイじゃなく更新目指して。ありがとうございます。そろそろ初優勝というところなんで。そうですね。優勝したいっすね。うん。優勝するためには須賀手さんの取り切らないと。はい。そうですね。逃げ切る気持ちで。うん。須賀さんの優勝。一番の敵か。2回連携するよね。はい。今回は分かんないよと言っとったけど、須賀さんは。振り切られるかもしれんし、俺は。今回400番、全部500番くらい。あ、なるほど。早めにまくりに行ったので、はい。まあ、準決も決勝も刺されたんですけど。どうですか、来るときになんかいろんなもの刷り込まれてないですか。大丈夫、あの、普通に好きに走ってくれとは言われてる。本当に好きに走れるかわかりません。いや、まあ、連携したらしっかり頑張りたい。うん、そうですね、準決以降もね、はい、